始まりましたムーミンクラブ M.I.B. アクト55始まりましたー 55? 55だってコント55号っあったけね <laughs> あーありましたねわからないわからない <laughs> 移<動>ど上飛びます飛びますキンちゃんえぇ、ー、<laughs> コント55号キン<ー>ちゃんとキンちゃんの仲間 仲間！ちょっと<間>ちょっとちょっとわかんないんだよね。ぎりぎりぎりなんだろう。いい知ってるけどなんか。金ちゃんジルちゃんですよって。うんこのとこで。ねえ <laughs>、このとこ55っ,ったら大体ね。あそうですか。55って言ったら、まあ今時はあれか。ねえ、55と言えば午後カレー。あー、午後カレーね。午後カレーはなんで午後カレーって言うでしょ。 なんでだったっけな作るのに五十五分かかる面白いなぁそんかかったらな <laughs> もっとかけてんじゃねえのかですよねあれはも,もっとかけてますよねなんでしょうねなん<っ> <laughs> でしょうねね<え><分>ね五ゴカゴーのあのマークってゴリラじゃんああああ,あ,あゴリラゴリラですね,ねなんでゴリラえゴリラなんか店主がゴリラに似てるとか、ね、面白いな <laughs> 天使、ええ、がこう、ナックルオークするの。<僕> <laughs> ナックル。う <laughs> ほ、うほっていうのが口癖。ね、<laughs> ちょっとわかんないな。なんでしょう。ね。ゴリラでしょう。ん。ゴリラ。うん。に。クジラを足すと。なんて言いました。今、クジラ。クジラ。ゴリラにクジラを足す。あら、バカボンババあっただろ <laughs> あの。 ホニャララとホニャララ結婚するとニャララみたいな歌詞があ<ー>うなぎのたいなのえごゴジラとクジラを結婚するとはゴジラ今ゴジラになっちゃってゴリラ <laughs> あゴジラゴジラ <laughs> 出てきてたゴジラゴリラとクジラを足して2で割ってゴジラだよゴジラだそう,ほうでゴー,だからゴーゴーカレーはあれはクジラ抜きのゴジラ ゴリラ抜きのゴジラゴリラどこ行ったんですかクジラいやゴリラいるじゃんゴリラしかないゴジラからクジラを取ったからゴリラになったあああああう本当ですかそ,そうかガスじゃない本当はあれゴジラだったのあ、そうなんですかここからゴジラだったの,ったのへえ<ー>でも許可おりなくった <laughs> そういうことねいろいろなこう判件とかいろいろあ,あるから <laughs> いろいろあ。割るから。くじら抜いたんだよ。くじら抜いたら、ゴリラになったん。くじらを抜いた理由もちょっと、分かんないけど。<laughs> じゃあ、ゴー五号からは、どこ発祥でしょう。金沢。<界>そう。食べたもん。石川県。そう。石川県のヒーローといえば。え。アパの社長。 パパ。そうなの石川紳士なんだっけ。わかんない知らないけどなんかあのあたりなんかゴーゴーカレーっぽいやつ。アスリートでね。石川県代表する野球といえば大リーグにった。あゴジラ？世界。ゴジラ。五十五。そう。あ五十五だ。だからゴーゴーカレー。おそういうことね。 いやそうなのあそうなんですか。<で>本当はゴジラの顔で松井秀喜ってやりたかったけどできなかったからゴリラのちょっと <laughs> ゴリラ <laughs> ゴリラになっちゃってゴゴだよそういうことですね。だからちょっとそのこううわっていう感じは多少松井さん感出てます、ね。あまあ、まあ、ね <laughs> ゴーゴーから。 うん、まあ五号ねあ。応援カレーだったんですね。応援とかやっぱねあやかるというかね。でも、うん、松井前には五号カレーはないわけだよ。へー。五十五ね。でもねここまで全国的にね流行るっていうのは本当すごい。いやそれはやっぱり一人も二人もジラ高価。ね、ゴジラ高価ですね。ゴリラなんじゃね。<laughs> やっぱクジラ抜いてよかった <laughs> クジラクジラ肉の肉がね。 へえ、そうなんですかなんでカレーの話になったんだっけあ違う五十日の遊び今なんだもう忘れたの大丈夫か若年性認知症じゃねえのかほんとそろそろ来るぞ物忘れして最近ねあれここに冷蔵庫開けたの何探しに来たんだっけみたいなもう一回今来た道をああお茶だみたいなね そうそうそう。忘れた瞬間に忘れちゃうっていうね。忘れちゃうんですよね。危ねえ危ねえもう。ぼボっとテレビばっかり見てると。本当だ。テレビばっかり見てる。ダメですよ。寝振りもダメですよ。寝振りばっかり見てると。寝振りはどうだよ。テレビじゃね。一緒ですよ。何言ってんだ。よ寝振りは映画とドラマ見てる。こっちもニュース見てる。ああれじゃこれ寝振りもさあもうね映画はさもうとりあえずね配信されてるもさ。 なかなか選ぶの大変だよねうんいっぱいあお、おすすめってこう来るけどさうん、うん、見たしもうあやっぱおすすめだっしかもおすすめだって言って違えしあれ精度良くねえないな <laughs> もうちょっと分析しろよ<ー>ちゃんと見てこっちの方の思考性を。よ <laughs> なんか違うだろうやっぱ数ヶ月前はちょっと喜んでたけど<う>やっぱり違うん進んでいくとやっぱり <laughs> 文句が出てくるわけ。<laughs> でも映画はあれだね、もうもうね決めてんだよ。分、うん、かんないじゃない。うん、もうだからね、俳優で選ぶね。ああ<ー>、俳優,俳優でね。うん。そうそう。それもいいかもしれないですね。エンゼルワシントンが出てたら絶対見、外れはない。<laughs> <laughs> なんか久々聞きました。デンゼルワシントンです。絶対もしも本当？うん。もう決めてる。<laughs> あ,あ、本当ですか。決めてるというか、その経験一軒あ,<ー>あ、トムハンクスとか。<laughs> トムハンクスいいよね。まあ、ジェイソンステイサム出てる。ジェイソンステイサムー。<laughs> もう昨日も見ちゃってさ。デズオニアらラって <laughs> 刑務所の中でさ、<laughs> あの、ラリーやるんで。<laughs> いやめ、もう、だいなんや、ああいうの、こっちゃん。ご、うん。

ずっとね手は必ずこう入れたままかっこいいわでもね我が家も最近ね首都高バトルさせられて首都高をねだめですよそれ240ムね あゲームゲ、ね、ゲーームムでね<ー>あのゲーセンにのあのタロウに連れてかれるんですよランボルギーニに乗せられてランボルギーニはい <laughs> <laughs> 本当にね最近その音ばっかり聞いてますウーンって,うーんってカウンタクトが軽いんだよねカタカタカタみたいなかいま <laughs> <laughs> だにコンタクトはあの,の形なんだよね <laughs> ありますありますたあの3歳が見てますよ 見てますよ。あれ変えないのかね。ベンツなんかどん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 とさ、こうねえ、モデルチェンジしてさ、今風になっていくけど。<laughs> あるんでいろんな。ヘラリだってさ、形変わってくる。買うんたかあのまんま。<laughs> もう50年変わんねえんじゃんね。あれはあれなんじゃないね。<laughs> やっぱりリッター500メートルってね。<laughs> ガソリンを垂れ流して走ってるべい、まあ、太郎くんはやっぱりあ,あんまりカウンタックには興味ああそうね。ないないな,いないそうちょっとやっぱりちょっとウラカンとかちょっとアベンタドールとかちょっと違うやつにホル<ー> <laughs> シャだっただいぶね <laughs> うん。ランボルギーニイオタとかでなんですかそれいいなあったよねあるんですかミューラはやっぱでしょランボルギーニミューラとミューラミューラ あ、ちょ <laughs>、ね、<laughs> っとねなんでそ,そんなスポーツカーブームとか、うん、私にはなかったんで、ちょっと毎日が新鮮です。そうそうだから俳優はさ、うん、あ誰だなー。マカじゃねあのあのショーンコネリーとかね。<laughs> ションーンが出てたら絶対に。そうですね。まあ、<laughs> ショーン。ショーンコネリーと潜水艦がかぶったら絶対。絶対 <laughs>。間違いないね <laughs>。 フリモゾンがついたら大体オッケーとかさだあれじゃなんかこうさ見てさあ見なきゃよかったとかもういいやみたいなさあれじゃないいや見なきゃよかったシリーズはそんなないですよ面白い毎回 B 級とか好きジョン・ウィッグとか見てる？ジョン・ウィッグはなんか2か3ぐらいまでは見ました2か 3? 全然か3しかないんじゃないはねこのね大勢忘れちゃうんですもん やっぱりモ出てるね俳優で決まりだな。まあそうですね。<ー>うん。<笑><笑>じゃあお正月はそんな感じで。今ほら、あのマサキはねもうハマってる年中。マサキはねもうハマってるよね。もうそうですね。かい海外ものは全部好きだと思います。韓、ね、流のさペントハウス言うと。 そしたらビバンの子見ちゃってるみたよ。おおみたいな。<laughs> ビバン <laughs> そ。流行りましたね。ね確かにビバンも流行ってさ。やっぱね。で、流行って話題になった時にさ。あの。もうすでに三話か四話だったの。うん、うん、だからさ、もう今更見るのもあれだしさ。でんで、まあいずれ値振りで。ね、上がるから。うんうん、その時最初から見ようかな。あ、そうなんですね。それまでビバンで、ね、あの、見てなかったね、見てるふりしてた。 今あるの？あああれ。ああああ。あ振りしてたんですね。そう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 で、と。もうだいたい設定とかわかるから設定はわかるからまあそのぐらいでいいかなみたいな。うん。で見たんですか？見たよ見た。見た。やっぱハマります。三日で見たよ三日で。三日。で見たよ三日で。やっぱり。そうきたか。ああそうなんですね。ビバンえビバンが別版だったの？ねねね今更みたいな。 <laughs> 何そのモンゴル語って <laughs> ちょっとねそういったの好きな人には <laughs>、ね、まさきよねはまってたらしいみんなはまってましたねこの間あれですよ別全然違う機会で「v i v の監修したらね、はいあのー、外事館の元公安の人とのの話したけどまあ話通じるね <laughs> <laughs> いわゆる無的な陰謀論の話はい、はい、も ね、やっぱそうですね、なるんですね。も踊れ目が。えー、何言ってんだよ。やっぱりね。そ,りゃそうだ、公安の。もう、もう、もう、ここ、ここ、ここ裏の世界、ここ、ここで、まあ、政治家のね、裏にこういうふうに、超能力者、こういうふうな人事件もありましたよね。みたいなうん。そう、そう、そう、あの事件はね、こう、こう、こう、で。周り、ほかなんだけどね。ああ<ー>。そりゃそうだよ。 ああ、この間あの YouTube で収録したあの方ですか。あの顔隠してた。ああ、そうそうそう、マスクしてね。うんうん。あの方ですね,ねあ。あの方なんか知ってるないっぱいって。うい,ういやあ、それはもう怖んだからもう,うん。俺はもう。そっかそっか。もう投げたボール全部つっくすの。さすが。周りよわかんなかんない。何言ってんだこの人 やっぱ全部知ってないと公安公安ではやっていけないんですね。人が目来れば全部ムーの世界だよ。うわオカルトだよちょっと公安の方のお話もっと聞きたいくらい。あるところね。このゲストで呼よエるミラティでね。そうだそうだ。そうそうそう。いつもねあのチャンネルなんかでね動画とかあのねゲストで呼ばれてるみたいだとね。 ねこっちにあの来ていただければもっと深い周りが大体わかんないからさ、うん、なんか「あすごいですねすごいですね」って言ってるだけねな <laughs> ゲストもたの方にちょっと深い話あの事件の頃そうですよね、えー、あのねあの元首相が殺されたうこういうことでこういう形で亡くなってましたよね。 表になってないけどこうですよね内装なかったですもんねっていう話をなんかもこう,こうね軽くねうそーやっぱりそうなってくるんだそりゃそり警察みんな知ってますからね<ー>でなんであの人たちはこうねあのね捕まらないんですかみたいな、ね、るそのうんざんぷ、う、ら、ん、ねあのガチで黒なのになんて言うの、ね、もう警察とかいろいろねうん、うん、山本なきこういう風なパスルのこう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 ,こう一決でこう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 これこそしもねみたいな、まあ、そういうことだね ああやはりねー警察だ警察はね正義の味方じゃねえぞフフフフフ世の中って全然違う形になってんだようんあー,いー怖い怖い怖い知りたい知りたい知りたいけれどもね<る>まあそういう真実はすべて無に書いてあるですね無を読みこなして初めてこの世の中の真実っていうものがもう見えてくる、ね <laughs> じゃあ今日の今日の本編も大事なお話ですね。五十五回ですかね。五五五五。今回はこのオープニングを終えるとまたオープニングを終えると。こるとはい今回のマインナップははいオープニング終わって今回旗にすとえこれ,えこ,れこの T シャツから連想して解雇、えー、解雇。<っ> ちょっとハタニストって書いてあるからちょっと海狗を書いて、<laughs> それぐらいしか思い海狗見たことあるもう？さっきなんかイラストでなんとなくこんな感じの可愛い絵が描いてあったとかいや海狗は見たことないですねちょっと苦手苦手なねちょっと可愛くこんなんだったらいいなっていうまでにとどめました。<laughs>

この蝶々は一頭二頭で。え知らなかった。それはなぜかというと芋虫があれ牛だからね。だって臭くてじゃん。うん。う臭くて。虫むし,むし,むし。顔よく見てみごく臭むし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 牛だ<ー>牛。牛じゃああの牛あのあの牛よく神社にある牛とかもちょっとここら辺と関係してくる。あ当たり前だ全部。はー。当たり前。当たり前なんだよ。知らなかった。

なるほど<う>ちょっとなんとなく書いたらいい情報を知れちゃったしめしめ <laughs> あでも常識なんですね、はい、ハタニストクラブではね。はい,はいというわけで今日はさらにハタニストクラブ深いところ、はい。ハタニストクラブのちょっと根ポ本ンポン的なうん、あのー、まあいろんなテーマやってきたけど、うん、もきっちりねあのもうちょっと整理した形で、はい、あのー、せっかくね MRB のですね,ね、あのーうん 研究今までやってきたけど、ね、ちゃんとした体系だったのをきっちりやろうかなと思ってます。<ー>はい。はい、楽しみです。で、最後は M I six ですね。はい。いうレの皆様からの情報を垂れ込みをご紹介するコーナーでございます。コーナーですね。今日なんかニュースでやってましたね。M I C M M I six じゃない、M I six 中国のなんか摘発されてましたね。ああ。 い、ね、いっぱい見るよね <laughs>、まあ、あの中国共産党の中にもいっぱい MI6 だってもうあのイギリス、まあ、007ね「女王陛下の諜報機関スパイ機関」っていうけどイギリス一国じゃないからねそ<う>イギリスっていうことはイギリスアメリカカナダオーストラリアニュージーランドっていうか英語圏も全部、うん、いわゆるファイブ・アイズホ、ね、ン、うん、は日本が入ってねシックス・アイズ並べになるん,うん、うん、で白の時はねあの入ってたんだけどね エシェロンでは吐いてたのファイブアブズ抜かされたっていうねどういうことかねパイが多すぎなんだよ日本はお隣の国のだから入れてもらえないな一応交渉はしてるらしいんだけどね信用してもらってんだよなリアルな話こリアルな公安の話だ

で記念スタンプ<ー>、ね、記念スタンプってあるわけだよそ昭和55年5月5日って言っても55年五月五日っていうのをね<ー>出すわけじゃなくてそもそもこう入って貼って郵便局で決印をしてもらうっていうあいいですねまあ持ってるけどね <laughs> やっぱりおそれは昭和五十五年五月五日はリアルにそのね その日に生きてなきゃ。そうですね生きてちゃんとねでも五月五日休みだからお世の子なめんなよなめんなよそりゃその辺の郵便局は休んでるかもしれないけど本局は休むのかねえんだからそうなんですねへえ。1回だ持ってんだよその日しかないんだからリオですね本当に見えるへえ。 ね昔の切手マニアの人たちみんな持ってる。あ持ってるね。持ってるこれ封筒に入ってこういうふうに切手があって決心がある。の延退やってんだ。延退やって。これ実際に使われたやつほどいいんだよな。あそうなんですね。じゃあ令和六年の六月六日のだからそういうのを狙ってくうの。狙っておさね。おしにかけてるんですね。今年狙い目ですから。狙おう。六六六。狙って保管しよう。

あ、そっか。あ、それ N. G. なんですね。そ,<う> <laughs> そこは六十六でしなきゃいけない。六六六。あるのかな、今、六十。六円切ってよ、三枚。六円切ってよ、三枚。決心だけ押してもらうって。ああ<ー>。押してくれるのかな。押してくれるのかな。<laughs> 料金不足ですから、ね、あれ。<laughs> そ、そっちの反抗されるかもしれないですね。<laughs> でも、料金不足は受け取った方が払うんだよね。うん。じゃあ。だから、一応決心は押してくれるんだよ。おーおー。 じゃあ出しちゃえばいいんじゃい言う出しちゃいなよ。預金不足ですっていう払われてるのまたこいつやるな。普通はここで昼むのに。昼むのに出し上がったかみたいな。いいですね。ちょっと迷惑かけるかもしれないからちょっと自分にどうぞみたいな。そうですね。知ってる人知り合いの人とか家族って欲しい。そうですね。 ちょっと挑戦ちょっと不足分は払っといて,みてる。も <laughs> 絶対そこは六円三枚の。そうですね。六円今何なんだろう,そ,うそこがマニーあの。絵柄が気になりますね。てていいそこにこだわる。こだわりましょう。今年はこだわろう。っ手に入れたらほら、うん、いいだろう。見過ぎるんです。お<水>最近はメルカリに出るかもしれないね。そうですね。 よしやろかな。そう欲しい人欲しいと思うよ。うん。で気がついたあやばい昨日だった。そうもう二度と二度と訪れないですからね。一令和七年の七月なのかを。もうまだ一桁いけるから。でも六六六だからね。そうそうやっぱり六はちょっとやっとか。悪魔の数字今年だけですからね。六六六は。そうですね。令和六十六年いかどうかわかんないけどね。 今年だけですからね <laughs> いろいろ令和六年そうです、ね、6月三日挑戦できることは挑戦してみましょうというわけでオープニングでした